紆余曲折を経て、はい、外すな、ね、今なっちゃん構えてただろ、どう考えてもよ、外すな。アップルパイの仕上げに入っていきたいと思います。はい、わかりました。はい、なるほど。ちょっとなんか飾り用に三つ編みのやつもちょっと作ってみたんで、作ってくださいました。乗せてみたいと思います。かわいい、おしゃれ。じゃあナッツ楽しみにしていてください。入れて、わかりました。こちらのどんどん乗せていっちゃいましょう。よし、どん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 料理ってこういう感じなの？汁、あ、汁をね、ちょっと戻してね。汁、え、汁戻しちゃおうか。汁戻してね。こういうところは本当は映さないもんだよ。よいしょ。あー、あなんかこれさ、だん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 あ、シナモン入れても美味しそうだね。いい、シナモン大好き。まあ、ないけど。こんなもんないんかよ。言うなよ、じゃあ。いい感じじゃないですか。こんなもんですか。いいですね。よっしゃ。じゃあこれを乗せていきましょう。よっしゃ。まあ、早くしないとこのライトの熱で溶けちゃうんでね。そうかそうか。どんどん行きましょう。もうどんどん行きましょう。お、お、共同作業だ。うわー。規制発するのやめてくれる。おー、ファイだ。あー、すごい。ファイです。こんなに汗かきながら作るアップルパイ初めて。いいね、情熱のアップルパイ。どうしようね、なんかこれなんかこう本当はこういうところにこうやって乗せると可愛いんだけど、うんうん、あ、縁にですね、縁に乗せると。でもなんかこれもなんかなんかこういう感じで、お、丸めました。え、なんかちょっと上級者テクニック、すごい。何ですか。あら、可愛らしい。バラみたいになってます。見てください、じゃじゃーん。あら、おしゃれ、かわいい。いいじゃない。で、あの、縁用にちょっと取ってもらってるんで、これをちょっと余りの部分に乗せていきますか。はい。あ、またカチカチになってる。え、なんで同じ、どうしてこんなカチカチになるの。なんでどうしてだろう、どうしたの、どうしてだろう、どうしてこんな、人どうして浪人さん、ちょっと丸みたいになってる。バールみたいになっちゃってます。なんかこう外で見守られてるのがすごい恥ずかしいね。確かに。スタッフさんにみんな応援してるよ。あ、私じゃあこっち、うん、私たち温めてるからちょっと待って、温めて温めて。ライトどうですか。いいじゃない。あ、やった。いらない。扱い使います。いらないです。あ、いらない。いらないんかい。じゃあ、なつみさん、これ卵黄買って溶いてもらって、わかりました。ハケで洗っておいてください。溶いちゃっていいんですよね。溶いちゃっていいんです。はい。で、あゆが演じるペイさんはどういう役どころですか。こんなオレンジ。いいの、いいの、いいの。任せていいの、任せていいの。任せていいです。任せていいです。それぐらいできます、なつみちゃんは。僕の役はやっぱりこう1話で衝撃的な登場してるわけですよ。1話でね、あゆちゃんがドーン、確かに、ね、ドーンでうーってなって、そうですよね。そこからまあ転生して、でもお菓子をもう本当に大好きなパティシエさんですから、なんかやっぱお菓子を使って人を幸せにしたいと。今、みんな幸せですか。幸せですか。幸せです。よかった。楽しいな。よかった。楽しいな。これまで嫌な汗かいてきた。でもすごい、あの、そんな、なんかさ、卵焼きみたいな見た目になってきてんだけど。塗りすぎ、塗りすぎ、全部ずらんでいいね。全部ずらんでほら、やっぱ、ちゃんと完璧しちゃう先生が。なんで塗らなくていいって言った後も塗り続けるんだよ。すいません、すいません、彼の脳みそが、体が勝手に。どうでしょうか。はい、ということで、じゃあパイが完成に近づいております。やった。はい。で、あとはオーブンに入れて焼くだけです。はい、出来上がりを待ちましょう。